俺の名はジェームス・ホンダ。今日はどの記事にしようか。このペンネームでライターをしている。海外のニュースを何かテーマごとにまとめ、一つの記事として世に出す。怪奇現象、珍事件、事故。今日も世界じゃいろいろ起こってるな。報道機関は世界200カ国、すべてにあるんだからな。よし、数ある記事の中から俺は今日のテーマを決めた。題して、失明の恐怖、目にまつわる恐ろしい事故。身近に潜む危険にまとめて警鐘を鳴らそう。視力を失うことは人が最も恐れることの一つだ。ではまず一つ目、これはニュージーランドで起こった事件だ。こいつで決めな。プロバスケの試合で選手のブランドンがシュートのために高く飛び上がった。彼の豪快なダンクシュートが見事決まり、会場は声援に包まれた。だが歓声に包まれる彼を待っていたのは思いもよらない地獄だった。ゴールリングにぶら下がりアピール。最高のダンクだブランドン、イエー。手を離し、ブランドンが地面に着地した次の瞬間、ゴール下にいた相手選手の指が彼の左目を直撃。勢い余って、なんと眼科まで入ってしまったのだ。彼は顔を押さえながらコート上を転げ回った。キラーああ、どうしたブランドン。すまない。もちろん故意ではなく偶発的に起きた事故なのだが、彼の眼球は思いっきり眼科から飛び出していた。くそ、痛え、目が、俺の目が、やばいぞ目が。彼は緊急搬送で病院に担ぎ込まれ、なんとか失明は免れたという。では次だ。今度はタイで起きた自動車事故の話。ねえ運転手さん、あんまり揺らさないでよ。この日、ラーニーという女性はタクシーで知り合いの家に向かっていた。後部座席に座っていた彼女は揺れるタクシーの中で化粧道具を取り出し、車内でアイメイクを始めた。寝坊してしまって時短だった。しかしこの日の彼女の運勢は最悪だった。運転手が急ブレーキを踏んだのだ。交通渋滞が起きており、急にスピードを落とした前の車と衝突してしまったタクシー。とはいえ軽くぶつかっただけで済んだ。それほど焦らず運転手は後部座席を確認した。お客さん大丈夫。後ろを見て運転手は凍りついた。そこにはアイライナーペンシルが左目に突き刺さった状態でブルブルと震えているラーニーの姿があった。事故発生直後、ラーニーは何が起こったのか分からず呆然としていたが、痛い。状況を理解した瞬間泣き叫んだという。救急隊員に運ばれる時も彼女はずっと悲痛な悲鳴を上げていたそうだ。いやー死んじゃう。目にペンが突き刺さる痛みなんて想像もしたくない。もちろん失明だ。おっと、今度は国内の事故か。ん？プロ野球の観客が右目を失明だと。どうやらスタジアムに来た家族を悲劇が襲ったようだ。北海道で行われたプロ野球の公式戦、ライナー製のファールがスタンドに飛んだ。打球の速度は時速130キロ。一般の方にとってはとんでもないスピードだ。なんとその打球が母親の右目に直撃してしまったのだ。いや、子供の面倒を見ていて打球から目をそらしていたのだ。女性はそのまま担架で運ばれるも、お母ちゃん、お母ちゃん。残念ながら右目は破裂しており失明してしまった。その後、球団を相手に4659万円を求め裁判を起こし、札幌地裁は球団球場に4195万円の支払いを命じた。だ、香港のデモを取材してた記者が警察のゴム弾を受けて右目失明だって。おお、怖い怖い。人事じゃねえな。目ってのは簡単に壊れるからな。注意してくれよ。